ジョルジュ・プルシェジョルジュ・プルシェは、フランスの博物学者である。ルーアンで生まれた。父親は、博物学者のフェリックス・アルシメード・プルシェである。パリ自然史博物館の比較解剖学の教授を務め、コンカルノーの海洋研究所の所長を務めた。魚類、クジラ類などの比較解剖学を専門とした。当時の有名な文人、ギュスターブ・フローベール、ギッド・モーパスさん。 アンリセアールラと信仰を結び、エミール・ゾラとも接点があった。人類が、いくつかの異なる系統や人種で構成されていると、考える多元発生説の提唱者で、1858年に、デラ・プルリライト・デレーセズ・ヒューマンズを発表し、1864年に、ザ・プロレリティ・オブ・ザ・ヒューマン・レースのタイトルで、イギリス人類学会により英訳された。 1856年にナイル川の源流を探索する探検に参加し、1892年にはスバルバル諸島、ヤンマイエンジ前の初期の極地探検に参加した。CHG プシェは植物の学名で命名者を示す場合に、ジョルジュ・プーシェを示すのに使われる。エイドリアン・バーエールが描いたパリの医学界の人物、左から二人目がプーシェ、ガイデモーパスさん。 クローニーク、ヌーベルエーデシオン・オグメンテー、P129、AT、アーベンサエディションズ、2014、ISBN 9兆7823億6841万4170。ありがとうございます。